毎日2分間で宇宙からの贈り物が届くことを実感できます。私たちがお伝えしたい一つの考えがあります。これは全体を包み込むような内容で、耳を傾け心に留めていただければ、私たちが何を言いたいのかが理解できるでしょう。皆さんは振動によって現実を生み出しているという事実を前にしています。皆さんに現実から目をそらさないよう求めているわけではなく、私たちの言葉を深く理解し、夢を明確にし、それを実現するための意図を設定してほしいと願っています。それは今私たちが語り合っている非物理的な現実が実在すると受け入れているからで、皆さんは物理的な現実に焦点を当てて感情に気をつけているからです。皆さんに現実とは何かを理解し、その先へ進むよう求めています。皆さんがどう先に進むのかと疑問に思うことでしょう。私たちはその答えを提供するつもりです。現実から一歩引いて考えてみてください。あなたが何があるのかを執拗に観察する必要はないのです。たとえ私が部屋の中にいて、温度を感じ、音を聞き、周りを見渡している、ここには私たち以外にもたくさんの人々がいると言ったとしても、それは全く意味がないと思うかもしれません。しかし、あなたが今注目しているのは今の現実であるだけで、この部屋では別の現実が進行しているのです。その別の現実に注意を向けてほしいと願っています。この話の焦点は、具体的には周波数により頻繁に調整する方法についてです。ですから、それに先んじてくださいということは、言い換えれば以下のようなことになります。以前にセグメントインテンディング、節目ごとの意図確認というプロセスをご紹介しました。このセグメントインテンディングは次のように進められます。新しいセグメント意図に入ることに気づいたとき、例えば今すぐ車に乗ってどこかへ行く場合、それは新しいセグメントになるのです。車に乗っているので家にいるのではありません。これも新しいセグメントなのです。一人でいるかもしれないし、今まで一緒だった人とは異なる人と一緒にいるかもしれません。これも新しいセグメントで、異なる意図があるからなのです。この点が最も肝心なのです。新しいセグメントが始まるのです。そしてそのセグメントは異なる意図を持っています。例を挙げれば、テーブルで夕食をとっている際、3人で楽しい会話を楽しんでいると、遅れてきた4人目が現れることがあります。これは新しいセグメント、意図なのです。その人が今までの会話のテンポに合わないか、あるいはテンポが遅すぎるからです。そのため、新しいセグメントが始まるのです。この新しいセグメントに先んじて調整することは非常に役立つのです。そして、そのセグメントでの振動的な主張を行うのです。この理解が意識の向かう方向と調和を取るために重要となるのです。例えばこんなことを考えます。今日のドライブは楽しむつもりです。普段見慣れない景色を楽しむでしょう。この車の性能をより高く評価するでしょう。この車に乗るのが好きで、安定性や安全性、快適さを堪能するつもりです。交通の中で上手に位置を取り、ルート選びもうまくいくと思います。これがセグメントインテンディングという考え方で、これが先んじることなのです。しかし、ここで大切な問いがあります。昨日の車の中での経験が、このセグメントインテンディングを超えてしまうことはあるのでしょうか。それが私たちがあなたに向けている問いなのです。昨日の交通渋滞や、不愉快な運転手との出会いについての記憶が、今、この瞬間、どれだけ頭に残っているのかが知りたいのです。要するに、人生は連続しており、過去、現在、未来がつながっています。しかし、すべてのエネルギーは今、この瞬間に集中しています。
あなたは今何を感じているのでしょうか。過去の交通渋滞の記憶を引きずっているのでしょうか。それとも新しい場所へ行こうとセグメントインテンディングを行っているのでしょうか。今までと違う方法で考えていますか。そして、それゆえに宇宙に新しい自分を表現するようにしているのでしょうか。あなたは現在の現実の創造主なのでしょうか。それとも単に現実を再現しているだけなのでしょうか。私たちは、多くの人々が同じ過去の悪い記憶、同じ話を何度も繰り返しているのを見ているので、そのような選択を推奨しているわけではありません。人生を豊かにし、新しい体験へと進むためには、ここで、今この瞬間にどう向き合うかが大切なのです。ある場所で運転中に、以前に不快な出来事が起こった場所を通り過ぎると、その記憶が蘇ることがあります。ああ、ここがあの人が私を無視した場所だ。それから無礼な態度をされた場所だ、というような記憶です。この時点で、あなたは過去に戻り、その記憶を再活性化し、その時の感情を再び感じるかもしれません。しかし、ここでは特別なことを提案しています。その過去の記憶に取りつかれる必要はありません。むしろ、しばらくの間だけこの記憶を忘れてしまいましょう。数日、数週間、あるいは数ヶ月の間、過去の記憶にとらわれないようにするのです。過去をきれいにしたり、改善しようとしたり、保護しようとするのではなく、過去に何があったのかに焦点を合わせないようにしましょう。これは、あなたが今までに経験したことが、これからの人生において様々な可能性を開くことがあると理解し、古い記憶にとらわれず、新しいセグメントへと進んでいくことです。私はこれらの方法で先んじるつもりです。もっとセグメントインテンディングを行い、瞑想や朝の時間を使って振動的なクリアリティを感じるでしょう。自分自身を夢見ることを許してみます。この自分自身を夢見ることを許してみるという概念は、人生における新しい段階や夢の追求に対する許可です。振動的な現実には、あなたが望むすべてのものがすでに存在しており、それを引き寄せる要素が動いています。この認識を持つことで、あなたの振動的なポイントが変わり、新しい体験への道が開かれます。あなたはすでに夢を描いており、ボルテックス、エネルギーの渦にそれを収めています。そのボルテックスに振動的に近づくと、夢が現実に現れ始め、突然のひらめきやデイドリームの形で具現化します。あなたが心を開き、その夢に没頭すると、実現に向かう道がすぐに開かれます。このプロセスは、意識的に現在と未来に焦点を合わせ、過去のネガティブな記憶にとらわれずに、人生の新しい章に進む力強い手段です。自分自身の人生に対して新しい意図を持ち、新しい振動的な道へと進んでみる勇気があれば、夢に向かって進む道が開かれるでしょう。一度達成すれば、わずか2、3分で実現できると言われています。これは冗談ではないのです。実際に体験するとわかるでしょう。その中には満足感と力が宿っています。これこそ、私たちが伝えたいポイントなのです。そして、最も大切なことは、その純粋さを実感することなのです。その純粋さは、どんな現実とも矛盾しない力を持っています。最初はそんなに頻繁に感じることはできないかもしれませんが、徐々に増えていくでしょう。何かに取り組み、心がそれに引き寄せられると、あっという間に夢が現実になります。準備が整っているものは、あなたの元へとやってくるのです。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。